皆さんこんにちは、パトリック・カマブです。今回はトラビス・ジャパンの寿司食いねのダンスを一緒に見ていきましょう。いやーもうね、この振り付けとダンス最高です。見てて最高に楽しい。もうこんなに揃うのっていうくらいのシンクロダンスがめちゃくちゃすごいです。またトラジャの皆さんの表情にも注目でございます。こちら見ていきましょう。さて、そんな僕は普段ダンサーをしながらダンスメディアの運営、ダンスオンラインレッスン授業などをやっております。このチャンネルはジャニーズ皆さんのダンスの素晴らしさをさるべくダンスリアクション、ダンス解説などをやっております。でこれからもね、トラジャのダンスリアクション解説どんどんやっていきますので、トラジャさんの皆様、ジャニーズ好きな皆様、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではですね、トラビスジャパン寿司食いね見ていきましょう。よろしくお願いいたします。ポチッとレッツゴー。やわかくしますね。うん、へらっしゃい。あーい、らっしゃいのこと見ましたか。ゲンタくんの勢いガーン、イエス。ちょっと待って、ジャカちゃん何してんの。この動きやばいね。あの固くやってるんですよ。板前さん的な表現なのかな。ねえ、ダブルアップみたいな感じ、アップ、下に降りてもアップみたいな形をやってるんですけど、めちゃくちゃ面白い。それぞれ見てください。これ7回見えるな。あ、らっしゃい感がすごいね、マッチュー。おー、素晴らしすぎる。これも早いテンポの曲の16ビートここまで合わせられるの？すごすぎる。タタ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 ってめちゃくちゃ早いリズムがここまでシンクロするんですよ。あーでね、ぐんぐんちょっと板乗りというかね、ちょっとここを平らにして前後に乗っているような形で首がフレキシブルですね。マチュが楽しそう。あーい、キレッキレだな。乗りもいいですし、タッタッ、あー、ここのターンのキレと、これスッと戻った後すぐ A ラインになって足を巻き込む動きをするんですけど、これあのロックダンスの中でウィッチウェイっていう技があります。ウィッチウェイ、どっちの道みたいに多分そこから語源だと思うんですけれども、足をまくし上げてね、どっちに行こうどっちに行こうってやる動きなんですよ。そこもね、体幹がしっかりと真ん中にいるのと、で巻き上げるねでかさですよ。うん、おーい、はーい、いいですね。おー、このステップちょっとブレーキンっぽいですね。めちゃくちゃ速いステップをここまで合わせられる。はーい、チャカ様やばいね。おーい、でね、タカタカタカってね、あの言えてないですけれども、細かいステップを刻んだ後の手をスッと上げた時の揃い具合ね。あーはーい、うおー、このクラブをやりながらこの角度が合います。この手の、おーい、あーい、いいですね。音の取り方がまた面白い。スッ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 、うんうんうん、あーい、スパスパっていうところとグーングーンっていう取るところを分けてやってるのと、その後ですよ、ガラガラ、肩見ましたか、ドラッっていうところを表現しています。しかもこれが1,2,3,4,5,6,7 全員で揃うんです。素晴らしい。ここのヘイラッシャーの時のチャカちゃんの首やばくないですか。ここね、クルンって首のロール完璧でございます。他の部分は全く動かさないで首だけをね動かしております。首の愛されの神でございます。マッチ楽しそうだな。おー、ちょっとロックダンスですね。ロックダンスっていうのがもともとソウルダンスから派生をしてます。ソウルって結構あのフォーコーナーとか有名ですけれども、ゆったりゆったりと比較的ゆっくりめな曲調で踊ることが多いんですけど、ロックダンスはどちらかというとパキッパキッっていうね、止める止める、鍵をかける、ロックするっていうところなので、こういった速い曲にあったりするんですけれども、やっぱりね、綺麗さっていうところでいくとトラジャはやっぱ抜けてますね。このロックダンスってあの12ってこの後ろで
ノックするような手の動きとかもあるんですよ。ここね、片手やってますけれども、ここも軌道がね、きちんと肘を張って、手はですね、ここの脇腹のラインに沿って綺麗に上げていかなきゃブレちゃうんで、美しくないんですけど、これがね、このテンポが速くてもめちゃくちゃ綺麗。うん、いいですよ。あー、いいですね。おお、減らしちゃうの、ちょっと斜めにフィッてやるところね、ここもシンクロしますよね。あー、はい、素晴らしい。いや、元気だな。おお、ここの今分かりましたか、スーンって溜めたところのサイド2人、宮近くん、ノエルくん、やってますね。すごく美しい。ここのため見ました、このこのラインの綺麗さ、ずっと綺麗。あー、ここもね、この体を入れ替えるところなんですけども、地面をうまく踏んでます。ここですね、こうグッと踏んで、それで上体がついてきて、ここの手を使うことによって向きを変えると、素晴らしい。おお、ここも重心の使い方が素晴らしすぎる。うん、ここね、下半身先行で上体がついてくるっていう動きですね。しかもこの細かいところの音をね、トゥルルルルルが、またシンクロしとるやないか、もうすごいやないか。あー、いいですよ。あー、このね、寿司三昧みたいな手を広げるところもね、揃いますね、角度も。あー、いいですね、このポージング。いやー、ノエルくんいいね。あー、しめちゃんの笑顔も最強。おほい。で、このね、海くんとシーくんは終始でかい動きが、やっぱりね、後ろの方に立ち位置を取っている時っていうのは、前にいる人たちよりもより大きく動かなきゃいけないんですけど、それを超えるデカさですね、素晴らしい。ガレガレガレクソン、イエッハー。あ、源太くん、僕好物です、今のここのね、グングンっていうのを、上体をですね、傾けてグンとね、斜めにダウンをして使っているところと、ここのワンワンっていう音の取り方、フワンフワンってわかるかな、このニュアンス、分かって、すいません、気持ち悪くなりました。おお、どうやったの、ちょっと宮近パイセン見ましょう。ここちょっとスローにしますね。やばい、どうやってんの。あ、ここ、かかとでグッと押さえて、こっちにまたかかとを押さえて、で、これつま先ちょんちょんって入れ替える。いや、このステップよ、めちゃくちゃむずいですよ。しかもこれ足だけじゃなくてですね、上体もつけていますと。これがやっぱり半端ない。ここね、グッと入れ込んで、反対のところ、手がね、これグッと下がってるじゃないですか。これもこっちの足を伸ばして、こっちの手が対角線で伸びていくと。で、これも入れ替えた時、こっちの脇腹が縮むんですね、この足を置くことによって。なんでこっちの脇腹がグッて伸びる。で、ここは縮まったので肘が中に入り込むっていう連動を意識した動きになっています。なので見ていて無理がないんですよね。これを同時にやっている凄さ、いやー、めちゃくちゃすごい。簡単に見えるんですけどね、それがすごいということです。いや、はい、はい、わかめのこの海くん、いいですね。あー、見える、楽しそうだな、このしめちゃんマチュー、かわいい。おー、元気なジュクロだな。日本一の飛ぶところもね、ぽいですね。寿司三昧いいですよ、いいですよ。テルルルテルルルがめちゃくちゃシンクロする。あーい、あちょっと待って、終わらないんだ、楽しそうだな。あ、これなんだ、魚かな、魚なのかな。
イエ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 イ。カズノコ大好きなんだな、彼女。いやー、いいね。余韻が残る。いやー、素晴らしい。皆さん、いかがでしたでしょうか。めちゃくちゃ元気にならないですか。しかも、このダンスもめちゃくちゃ上手くてですね、メリハリが効いてて、シンクロがすごい。あと、ノリとか、丁寧な足のステップ、足さばきとかも、さすがトラビス・ジャパンだな、というパフォーマンスでございました。曲としてもね、全世代に、もう影響を与えるんじゃないかなっていう作品だと、我、感じておりますので、もっと、全世界の、全世代に見てほしい、そんなパフォーマンスでございました。素晴らしかったです。ありがとうございました。皆様、どう感じましたでしょうか？皆様の感想もね、ぜひともコメントでいただけると嬉しいです。わちゃわちゃしましょう。そしてこの動画少しでも良かったなと思っていただければ、ぜひとも高評価ポチッとよろしくお願いいたします。で、これからもですね、トラビスジャパンのダンスのリアクションどんどんやっていきますので、トラジタの皆様ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回は以上になります。また皆様次回の動画でお会いしましょう。ではでは。